173.5。 伸びた。縮んだ。もう一回乗ってみる。いいですか。いいよ、いいよ、いいよ。いや、あるんですよ。ずっと写真伸ばして。変わんないな。173.5。172.5。そんなもん。いいよ。172.6 とかそんな感じだな。はい、それで。大丈夫。172.6。184.8。はいしょ。2m15.5。長いですかそれは。はい、OK です。165です。これは何のカメラ？谷村理香です。ポジションはパワーフォワードです。身長は185cmです。あ、じゃあ4点なんとかです。まずは本当に施設がすごかったです。バスケットに集中できる環境だなって思いました。今はもう引退されてるんですけど、ウリ銀行にいたインサイドのウニです。日本はこう何々さんとかってなんて言ったらいいんだろう。なんかまあリカでもいいし、リカちゃんでもいいです。 WKBL でプレーできて、本当にプレーすることができるのが本当に嬉しいです。コンディションを上げてって皆様にいいプレーが見せれるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。BNK に入ることになりました飯島咲です。どうしよう。顔見たら分かるかもしれない。どうしようかな。韓国遠征とかをした時に、まあ、あの韓国の代表選手 あのシューターの11番の方、なんて言うんだろう、あの代表の選手の方は知ってます。サキ、はい、はい、今までに女性のヘッドコーチ監督にとやったことがないので楽しみです。WKBL のイメージはあのホームコートがそれぞれあって、あのたくさんのファンの方たちが毎試合見に来てくれるっていうあの環境があの SNS とかで見てたので、そういう環境の中でプレーできるのをとても楽しみにしています。花ワンキュー渡部ゆりなです。よろしくお願いします。花ワンキュー石田ゆずきです。よろしくお願いします。まず自分は去年とか、日本のチームと花ワンキューさんと練習試合させていただいていたので、まあ、誰がいるかとかそういうのは大体は分かってます。들어본적은있습니다근데저는練習試合연습게임이나이런거는안했어요。いないです。한명있습니다。あ、でもやめときます。やだ。원래우리은행있었던선수임。自分は、攻撃的なオフェンスだったり、ディフェンスでもプレッシャーかけたり、チームに勢いがなかったりした時に自分の力でそれを盛り返せれるように頑張りたいと思います。성격이너무밝아서그래서팀에그얼얼로갈수있도록
하고 싶고그리고플레이는그3점슈트이랑그드라이브보여주고싶습니다코트네임이키라데나마에가유리냐나노데どっちかで呼んでいただければ嬉しいです이름은유즈키인데그유즈나유즈키나코트네임이유니유네그래서아무거나괜찮습니다검은안했지만그냥취미로드라마보고있어요네 今シーズンから花ワン Q に加入させていただきます渡部ゆりなです、チームを優勝させられるように頑張りますよろしくお願いします今シーズンから加入します石田ゆずきです早くチームになれてチームの力になれるように一生懸命頑張りますよろしくお願いしますサムスン生命鮮明サムスン鮮明にサムソン鮮明テイク2サムソン鮮明ピックアップをしていただきました平野美月ですうん小柄なイメージがあるんですけどスピードとかスリーポイントだったりフェイントアタックが結構多いチームだと思うのでそれに私もフィットするように頑張りたいなと思っていますあまりわからないけどウリにいる一番のパクジヨン ミツキでも2が多分発音しにくくてミチキになっちゃうと思うんですけどでも名前で呼んでほしいかなと思います、はい、ディープスリーポイントは結構得意ですディフェンスだったりワンオンワンのディフェンスだったりあとドライブからアシストっていうところが得意ですWKBL に、アジア枠で初めての、参加なんですけど、まだ私も韓国に、来て、試合をしたことがまだバクシンジャカップとあと 3x3 しかなくてまだ経験がすごく薄いんですけどこれからやっぱチームに入って馴染んで自分自身ももっと発揮できるようにこれから頑張っていきたいなって思います。저는長田萌衣입니다。저는시다모에입니다。私はまあスピードが持ち味なのでこの機動力をしっかりコートの中で表現してチームにいい流れをもたらせたらいいなと思います。自分はそのボールプッシュしたりするところ。ゲームコントロールとかそういうところを持ち味にしているのでそういうところがチームに貢献できたらいいなって思いますこのチーム KB のチームの名前ってこないシューターのあー、はい、あそうカインセル選手あ私もなんて呼ばれた考えておきます今回このチームに入団することができて本当に嬉しく思っていますしっかりコートで自分のプレーを表現してファンの皆さんにも早く覚えてもらえるよう頑張りますいち早くチームに馴染んで勝利に貢献できるように一生懸命頑張ります応援よろしくお願いします宮坂桃奈です砂川夏希です練習ゲームをチームでさせてもらった時に韓国の代表の方がいたりだとか体が強いなっていう風に感じていてそこで自分もトレーニングして強くなりたいですしそういう選手の方々とうまく合わせできるようにしたいと思ってます韓国の選手は体が強いっていうイメージが私はこう対戦して思ったのでやっぱりそこでこう当たり負けないだったりとか、まあ、自分の持ち味のスピードを生かしてチームに少しでも貢献できるように頑張りたいと思いますないです私のコートネームはももなのでももって呼んでくださいウリンコのチームのみんなと優勝を目指して頑張りますので応援よろしくお願いします自分も夏希でこのまま呼んでください韓国のチームでも活躍できるように頑張るのでぜひ応援よろしくお願いします WKBL ハングリソーマナヨン여러분모두연홍TV 조태꽐